乃木坂、源田嫁、友人のために西武の若手との食事会をセッティング。乃木坂時代から仲がいいのは、江藤を姉のように慕う桜井玲香、28、です。後輩の面倒見もいい江藤は昨年、シーズン中にも自分の友人や後輩たちと西武の若手選手との食事会をセッティングしてあげたそうです。侍ジャパンでさらに野球人脈が広がり、村上選手を紹介して、という依頼が江藤の元に寄せられていると聞きます。芸能関係者。うわぁ。西武の若手で良さそうなのいました？村上を紹介してほしいならいたのに頼めよ。桜井玲香ってもう28なんな、昔から好きやったわ、可愛いよな、西武の誰か結婚したらええのに。高橋宏斗とイチャついてたやつの憧れが源田嫁らしいな、これもう決まりやろ。江藤と桜井って仲良しなんか全くイメージない。でも西武の主力でこういうの乗ってきそうな選手あんまり浮かばないな。今井はあんなの出したいらも多分そうだったろ。